どうかな。おお。昼と夜は対等でしょうか。善人と罪人は対等でしょうか。人が生まれつき軟弱ならば、弱者はどの神から安寧を得ればいいのでしょう。あなたは秩序で世界の万物や民を体にしたが、私たちは自分があなたの操り人形に過ぎないことを知ることになった。突っ立ってても投げ銭はもらえないよ。はっ。それ悪党め、名を名乗れ。いくよ。私を頼れば心配ばれよっと。ガガ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 。自信があるみたいだ。飲め。よくやった。お金があるなら見てって。お仕置きされたいのか。ズルはしないでよね。生命は美酒と同じだ。さあ、存分に味わえ。悪党め、名を名乗れ。いくよ。誘ってないけど誰かな。全ては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。礼儀がなってないわ。お金があるなら見つけ。悪党め、名を名乗れ。いくよ。よく見せてくれ。誘ってないけど。それよってらっしゃい。一発ド派手に行くよ。Oh, my God.
少し休め。助けても何も出ないわよ。生命はさあ存分に味わえ。すべては星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。ズルはしないでよね。すればまだ間に合うよ。いくよ。それ。この程度か。少し休め。ナイス。よってらし、一発ド派手にいくよ。お金がないならまた今度。飲め。よくやった。生命は美酒と同じだ。さあ存分に味わえ。ズルはしないでよね。心配だよっと。ガガ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 。バーン。礼儀がなってない。
ないわ。この程度全ては星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。ズルはしっはっ、寄ってらっしゃい。一発ド派手に行くよ。あなたたちの決意が伝わった。今こそ太陽を直視する権利を授けましょう。107336の礎の王、全能なる調和の王、私に全てを捧げ、生まれたか貴重地ハルモニア聖火隊ドミニクス。死の影を行く迷いし、ここに調和の化身。じゃあ調和セレモニーの真の目的はそれを奪うことだったの。よっ、誘った覚えはないけど。よく見せてくれ。皆さんは賢く鋭敏です。次の質問にも難なく答えられるでしょう。なぜ調和と秩序は一つになるのか。生命は美酒と同じだ。さあ存分に味わえ。まだだ。それ行くよ。なぜ主将は口をつぶ、雑草消えている。殴ったね。いたやってらっしゃい。一発ド派手に行くよ。秩序なき雑音が。飲め。ナイス、誘ってないけど。全ては星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。悪党め、名を名乗れ。おっきゃ、私を頼れば心配ない。あれよっと、ガガ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 。お金がないならまた今度。程度か。まだやる。少し休め。自信があるみたいだ。Thank you.
なってないわ。なんか目の前に別の世界があるみたい。調律の力、歌声に気を取られないよう注意して。さあ存分に味わえ。悪党め、名を名乗れ。いくよ。それは両者不協和音を容認できないからだ。お金がないならまた今度。寄ってらっしゃい。一発ド派手に行くよ。誘ってないけど。それ。夢に沈め。いや、いたずらしちゃうぞ。いってけ。あたしを頼れば心配ない。ほらよっと。ガガ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 ガ。よく見せてくれ。お金があるなら見てって。なってないわ。すべては星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。悪党め、名を名乗れ。お仕置きされたいのか。秩序なき雑音が。時は来た。神のぬくろから再び増加が生まれる。ダンク。高校たる異例よ、我が命に従え。ザン！覚まして、目を覚ましてってば。ちょっと起きて、いつまで寝てるの。もう日が昇ってるんだけど。大丈夫？うちの声は聞こえる？自分の名前は覚えてる？え？本当？うちは覚えてないけど。そんな細かいことまで覚えてるなら大丈夫そうだね。安心した。話せば長くなるんだけど、簡単に言うと、うちらが苦戦してた時、炭鉱が血明玉蝶を使って将軍と一緒に助けに来てくれたの。そんでうちらは現実世界に戻ってきたってわけ。ほら、ここはあんたの部屋。みんなも無境から戻ってきてて、姫子たちはロビーで将軍と話してるんだ。目が覚めたなら列車のみんなに大丈夫だって報告しに行こう。ついてきて。
私とは話してくれないの、寝ぼすけさん。この声はブラックスワン。おお。